こんにちは。私たちニアリコールジョイです。3本目、初めてだ。何本撮りみたいな。すごい。プロじゃん。プロだね。おいおい、プロみたいだね。ということでね、今回の企画はニアリーイコールジョイワンナイトジンドです。出た出たワンナイトジンド。出たことない。ないよ。あー、結構やってるけど、なんか初めましてね。今回遊ぶ人狼は普通の人狼と違って、はい、ワンナイト人狼っていうものなので、今からルールを説明したいと思います。お願いします。まえさん、まずワンナイト人狼っていうのは普通の人狼と違って一夜で終了と一夜で終了と一夜で終わっちゃうんだ。そう、終わっちゃうゲームなんですよね。1日目で多数決投票を行って怪しい人を追放して、追放された人が人狼なら村人の勝利で、村人なら人狼の勝利っていうルールになります。そこも決まっちゃうんだね。そう、役職は村人、人狼の他に今回占い師と怪盗がいます。怪盗、怪盗、怪盗だ、もう聞かないね。占い師はゲームの最初に誰か一人を占って役職を知れます。回答は一度だけ他の人と役職を交換することができます。あ、やってみたい。交換するかどうかは自由らしい。どうですか皆さん、ルール分かりましたかね。そう、分かんだけど頑張るぜ。でももうやってみるしかない。頑張るぜ。やってみるしかない。1位で人狼の人、あ、まえちゃんは人狼のプロなので、うん、電話かけたら何やってるの人狼って。もうそんな反応上がるよ。今日は初めての子もいっぱいいるから、みんなで楽しめるように頑張っていきましょう。じゃあ、では始めます。わー、やばい、緊張の夜。どうしよう、緊張の夜。日が結構明るいけど。はい、皆さんは目をつぶってください。それでは夜が明けました。全員目を覚ましてください。やばい、世界が目がさ、世界が明るかった。では話し合いを開始します。話し合いの時間は約5分間。時間になったら議論を終了し、投票を行って、追放するプレイヤーを1人決定します。それでは議論スタートです。なんかさ、みんながどんな表情してるのかと思って、めっちゃ笑ってて。そう、ね、難しい。この後私は、じゃあ回答でした。あら、でも、あやみは仲間の気持ちでいるから仲間だと思った。分かった。仲間だったら、なんか占い師とかやね。私占い師。占い師、うん、これはね、本当に私は信じてほしいんだけど、ね、うん、あの前人狼、多分ね、私ね、回答で交換された気がするの。それが思ったの、なんかね、されてんじゃないかなっていう感じをしたの。それは音的につまり、人狼であることを認める。お前は人間不信になってきた。村人だよって人は村人あ、村人？村人しかいないじゃん。え、みんな今怪しいなと思ってる人は人狼殺しじゃない。え、でもどう考えても今怪しまれてる。マジで確かに。じゃない。でも萌香ちゃんがでも喋らないから。確かに、萌香ちゃんは何なの。いや、私は村人。村人？村人は私は怪盗なの、うん、で、だけど葵ちゃんと交換したの。うん、あゆみちゃんが占い師だったっていうのを言ったら、まいちゃんが人狼でなって、確信になる。私の事実を証明してくれる。そう、だから事実を証明してくれる。もう終了だよ。やばい、フィニッシュ。え、怖い。でも人狼、まいかちゃんもなんかいきなり人狼と思えてきたと思う。人狼みたいな。違う、あれってないんだけど。でもさ、2人いた場合はさ、どうなの。1人しかさ、バイバイってできないよね。そうなったら、多分1人追い出せたら OK。 あ、村人側の勝ちです。え、でも私水着だと思う。私、え、なんか1人しかいなさそうな役職だって言ってる子は多分後ろなのかなって。あ、だから回答だって、とりあえずその他の人が回答だったら分かっちゃうから、だから村人の、私も村人だけど、村人の誰かに言うと思う。うん、まえちゃんが人狼一人だったとして、ここ全員市民だったらもう一件なくちゃう。うん、
ちょっと難しい。早く動きすぎたね、うん、もうちょっと多分、うん、もう一回やりたい、もう一回やりたい、もう一回やりたい。では話し合いを終了してください、はい、じゃあ今日の追放する人を今から投票で選んでもらいます。せーの絞れない。 今誰を指しました。あ 今あの辺を指しました。この目を信じて、私の目を見て、え、
じゃあ前はほら怖い、つぶらなくてでもみんな落ち着いて、私が追放されたら村人負けるんだよ、行くだよみんなマジで負けていいの、ワイちゃんのこと信じられないもう私はワイちゃんより怖いよいやでもみんな冷静になって、わかんないよ、ワイちゃんの目をちゃんと見て、信じろって言ってるじゃんでもさ、テリーもさどうしたら信じてもらえるの、私は市民ですの、え、でもマイっぽい、マイっぽい、なんか、どうすればいいんだろう、あれがジュリーの方がすごい説得力ある、え、それは人としての問題はい、では議論終了です、銀座の子の人をせーので出してください、せーの、マイちゃんです、マイちゃんです、私もマイです、ジュリー、ジュリー、すごい半分で分けて、なんか葵ちゃん、ニアリーイコールジョイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。